枠が外れました。少し枠から外れてしまいましたが、しっかりと狙ったいいシュートでしたね。長いボールを蹴ります。ランパード、存在感バラック。さあチェルシー、じわりじわりと相手に進行していきます。これはゴールを大きく外しました。外し方は豪快でしたけど、形としては良かったですね。惜しかったですよ。バラックデコ、ゴールの予感です。バラック、いや入った。チェルシーの本領発揮といった攻撃でしたね。リードしていても手を抜く気配は感じられません。
く使いました。キーパーではディフェンダーは安心してプレーに集中できませんね。プレーを見せてくれました。これで決めるか。また来ました。すごいゴール。これは自信がつくでしょう。人数が多いという状況をうまく生かしてゴールを決めました。フランク・ランパード、これはどちらかといえばチームを鼓舞するためのシュートに見えました。チャンスがあれば追加点を狙っていきます。ドログバがここに出てきます。チャンスです。まさに狙った獲物は逃さないといった感じです。あんなのを打たれちゃったらパッと止まりませんよ。試合の勝敗はもう決まったも同然でしょう。